スイス交通博物館はスイスルゼェルンに所在する博物館である。ヨーロッパを代表する交通博物館である。館内には鉄道、自動車、船、飛行機などが展示されており、陸、海、空の交通機関の歴史を紹介している。約2万平方メートルの敷地内には列車や飛行機などのコレクションが3000点以上所蔵されている。 宇宙や海の映像を見ることができるプラネタリウムや、スイスの風景や文化を360度パノラマ映像で映し出すスイスオラマ、大迫力のアイマックスムービーシアターなども備わる。その他、宇宙旅行や無重力の世界が体感できるコスモラマ2万分の1のスケールでスイスの地図を表したスイスアリーナなどの体験型アトラクションもある。展示されている。 ロッキードー・ライオン航空関係の展示としては30機を超える航空機が展示される。展示されている航空機としては、スイスのアーマン・デューホーとアンリ・デューホーの兄弟の制作したデューホー4や、航空の歴史にとって、貴重なブレレオクシー B、フォッカー F7、ロッキードー・ライオン、フィゼラー1 5 6ダグラス DC-3 や、旧スイス航空のコンベア CV990、 アルエット3ヘリコプターなどである。またベルトランピカールが世界一周飛行に挑戦した気球、ブライトリングオービター2や、スイス人宇宙飛行士、クロードニコリエが登場した、スペースシャトル STS-46 で打ち上げられ、後に回収された人工衛星、ユレカも展示されている。ありがとうございます。